はい、元新潟人の飲酒動画です。今回はですね、宝酒造の新しく発売されました、宝焼酎レモンサワー用という、焼酎、香類ですね、を買ってまいりました。レモン入れて、レモンと炭酸水で作る、レモンの香りと味わいを引き立てるレモンペアリング製法という、のが書いてあって、生レモンはもちろん、市販レモン果汁でもレモンペアリング製法により、レモンの風味が引き立つ美味しいレモンサワーが楽しめます。レモンと本商品を入れた後、炭酸水を入れて、軽くステアすることで一層、爽やかな香りが広がります。これはアルコール度数25度。本商品を1に対して炭酸水を3で、できると。でですね、レモンペアリング製法とはレモンの持つ爽やかな成分との相性を追求し、当社独自の、蒸留、連続式蒸留、ブレンド技術を駆使した製法です。原材料がいろいろ書いてあります。サトウキビ糖蜜と大麦とトウモロコシと大麦、麹とコリアンダーシードとレモンマートルというね、様々な、のがいろいろ入ってますね。まあこれ実はもうちょっと飲んだんですけど、まあ、改めて飲んでいきたいと思います。これ値段いくらだったっけ？これ今 720ml なんですが、確か700円ぐらいだった記憶があります。それでは、とりあえずこれ単品で飲んでみましょう。これ単品でね。単品で飲んでみます。乾杯。色は普通に無色。甘い。なんかね、普通の焼酎に比べると甘いですね。宝焼酎と。で、ググってみましょう。これ最近ね、宝焼酎がね、いろいろね、宝酒造が、いろいろ販売してるんですよ。最近ね、いろいろ出たんだよ。新発売、レモンサワーにぴったり。こちら 1.8 リットルのペットボトルもあるみたいです。こちらに 720ml の瓶のやつが839円と書いてあります。普通に飲むと、ちょっと甘い？甘いっていうか、その、人工的な砂糖とかの甘さじゃなくて、焼酎の甘みみたいなもんだね。まあちょっと強い気はするけど。そんなに。まあ、わからん。それではね、レモンサワーしてみましょう。こちら、レモン果汁 100% の、ポッカ札幌の、こいつを、ちょこっと加えて、もうなくなったんだけど。買ってくるか、これ。で、炭酸水。それでは、乾杯。なんかまろやかな気がする。なんか普通に、普通の焼酎よりもなんか、レモンで作った、普通の焼酎と普通のレモンで作った、
サワーより、こう、マイルドっていうか、口当たりっていうか、その、こう、丸みがあるね。うん。多分。こう、尖ってないんだよ。あの、焼酎の、あの、味が、尖ってなくて、この焼酎自体が結構甘めなんで、それがレモンといい感じにこう混ざった、炭じゃないかと、俺は思ってます。うん。なんか、マイルドなレモンサワー。たださ、これ自体が 720ml で、7、800円でしょ？まあ、ぶっちゃけて言うと高いんだよ。ね。あの、宝焼酎、まあ、4リッターの、俺よく買うペットボトル。あれ2000円でしょ？ 2000 円で買えるから。まあ、高いよね。700ml 800円って高いよね。普通に。2リットルの、あの、いや、2リットルじゃない、4リッターのペットボトルか。あれと同じ、容量っていうか、で換算すると、これが、350円ぐらいってことや。うん。ちょっと高いよね。でも、うん、でも間違いなくこれは、レモンサワー用にして飲むと、あの、味がすごいマイルドになってる。それは多分間違いない。と思います、俺は。焼酎香類マニアの俺が。俺の感覚だと。多分、これ飲み比べないとやっぱり、どうしてもあれだと思うけど。でも、焼酎の、普通の焼酎だとここまでマイルドにはならない。かなと。レモンの香りと味を引き立ててるかどうかは別として。まあ、それは別だな。俺はそこらへんがわからん。味、レモンの味引き立ててんのかどうかは、それはわからん。ただ、レモンと焼酎がいい感じにその、混ざってるような気はする。ただし値段が高い。値段が高いので、まあ、別に、買うこともないんじゃないでしょうかね。これ自体。まあ普通でいいんじゃねえ、これは。まあでもそんな買うこともねえと思うけどな。そんな特別変わったっていう感じしないもんだって、これ。2312です。ご視聴ありがとうございました。